軍隊かよ。セルシアは分かる。セルシアの。そのままです。あ、ミナーズ2回戦。さあ、来ましたね。セルシアシーク、あ、まあ、エイジギリバサセルシアシーク。さあ、エイジ君はですね、キングという名前で、スマブラキングを。いやー、自称できるにふさわしいだけで、実力彼には備わってますよ。対するセルシアシークもですね、関西では指折りのシーク使い。ここに来てね、決勝並みのカードが、まあ、こんなカードが実現してしまった理由としてはですね、エジ君は、ヒーロー選手なんですが、対するセルシアですね、ヒーローではなかったので、ランダム抽選でこういうことになっちゃいました。さあ、どちらかはこの勝者が2回戦で姿を消す。今のところ、HD 若干押していますが、まあ、このレベルの、ね、試合になってくると一瞬でひっくり返るなんてこともザラですが、おっと、写真を掴んで、くう前さあ、この組み合わせですね、おそらく関東、関西でもですね、結構行われれば、特に関東側は多そうなイメージもありますが、やはりですね、このゲームで最強、覇を争うのは、まあ、この2キャラと現在言われております。さあ、爆発力の2位か、安定感のシーンか、ちょっと回復の口を狙っていく。先ほどですね、勝者が1回戦で、テスモソニック対マトマシークでもですね、見られた、回避に合わせたですね、不審ですが、これをエッジに回避していく。おっと、ダビから、前上げ。さあ、20下がる、これは変更ミス、痛い。さあ、確定してしまった。まず1ストックを選手でいく。そしてシークのクーですね、パーセントの方向がかかっていないため今のクーでは倒せない。こちらもですね、シークのパーセントが溜まっている。おっと横、横変更ですね、1点読みの商業。おそらくちょっと僕もシークをですね、使い込んでるわけなので絶対とは言えないんですが、まあ、ディギンガーがですね、さっきのシークの前投げをですね、複数ベストル変更した場合に多分競技を刺さるということで、で見てから多分間に合わないくらい微妙なフレームだから増えてきたという感じだったんでしょう。ただそこにですね、リリーが上変更をしていたので助かったと思うんですが、リリー側もあの上変更に封印を渡れたら知っているということで、まあ死にた。さあ、前投げからの距離、これは発揮している。序盤戦はですね、前投げ勝負になって、シークが前投げ空前空前というコンボがですね、バージョンアップ前に余裕で繋がってたので、あれで良かったんですけれども、バージョンアップ後は空前空前が繋がりにくく読み合いになっちゃうので、確実にダメージを取りたいということで、シークがよくね、前投げ勝負っていうのが、まあ、状況もいい上にダメージも結構まとまっておりますから、ね。さあ、後ろから帰ってくる。71杯には60杯。2番組で先ほど対戦した方で B リモコン、プロコン使った方いらっしゃいますか？ずっと登録されてて抜けないみたいなんですけど。さあ、91杯には60杯。おっと、さあ、下投げ上、これはまだ死なず。さあ、セルシアシーク、追い詰めていく、追い詰めていく。HD、ここは新商品会だが、まだ分かりません。さあ、下台から、さあ、もう一度食え。これはまだ待たせず、そろそろ危ないぞ、HD。いやー、パーセントの補正の影響でですね、そろそろ危ないですね。先ほどの0パーの時にはこれしないんですが、さあ、下投げ、これはおっと、まあ、避けている。これは落ちている。さあ、1本目取っていったのはセルシアチーク。さあ、エッジ追い詰められる。さあ、キャラクターセルシアはおそらく変えないでしょう。エッジ側も変えず、さあ、ステージどこを選ばれるか。ここでまさかのスマブラやブランドマッチが出るのか、それとも、戦場終点。終点がなくてどこでもありですか？はいはい、終点がなくてどこでもあり。終点かはどこでも OK。 さあ、ワイリキですね、ワイリキってきました。関東でもですね、関東は多分スタンドステージにも入ってますよね。ワイリキです。あ、プロコンの扱いについてはサンタさんに指示してるんで、サンタさんの方にちょっとお願いします。さあ、2本目始まりました。ジニシーク、エッジ VS セルシア。
いや序盤からですね、早速熱い攻防を見せて2人ですが、ここで勝者が2回戦ですが、早くもどちらが敗者側に追ってしまうという、急展開を見せております。さあ、ほぼほぼの展開。いやディディのフリップキックですね、ガキギャでキャンセルしてしまうと直接のリスクはほぼゼロという、恐ろしいわ。さあ長距離を狙っていく。さあ、ディディしないから、クルジロー当たらず。あっと、スティーク、あ、これは壁張り付けをミスってしまったが、取りたいミスだ。さあ、内側回避を読んで、ディディ待ち構えているが、打ち合わせず、外回避。さあ、先ほどもですね、HDD がですね、結局選手はしていきましたが、その後、セルシアが出てくる展開でした。今回は、さすがに出ないか。超魚、はい、クルシロちょっとバレルですごめん。いやーディディのバレルですね、ああやって荒らす技にもなれば、突進判定だけあって逃げるということですもんね。非常に強力な技、セルシアしっかりと持っていく。さあディディ下ないからクーエクーエさあクマヒトフリップつかみから打撃も当てる。さあうまい、バナナを利用してコンボ。やはりですね、バナナを利用してコンボですね。この策も、エクソード強力ではないですが存在します。ディフェンはですね、このバナナですね、ディディだけ使わせずに相手側もきっちりと利用して、なんとかディディですね、リスクを迫っていきたいところですが、さあディディ側ダメージを稼いでいく。さあ、これは決まった。さあ、やはり強力のヒディの下投げ空へ。いや、変更すれば当たらないとはいえですね、あれを毎回変更するのははっきり言って不可能です。まあ、そんな人はいません。あれにいかに意識を割くかというのと、またですね、その下投げ意識を割きすぎるあまりですね、他のバストアンドをもらうかもらわないか、この辺でタックレーズのディディの強みといったところでしょう。あ、3本目戦場。さあ勝者が2回戦ですね、セルシア、エイジ対セルシアですね。相手も改めてこれがラスト、まだ1回目今日対戦ボードを見つけただけ。さあ、勝負戦です。序盤戦はセルシアが少し押しているが、ここですぐに逆転。いやー、ジョジュキですね。やはり展開早い。こちらも攻撃力。1試合、空いてるところの分だけ読んでいきます。敗者側、すいません、お待たせして。さあ、下へ、空前。緑対ナビ、緑対ナビ、7番台でお願いします。すいません、7番台でお願いします。下へ、空前の場合、こちらの方が威力が高いので、なんとかですね、ディギアをこちらが終わってダメージを稼いでいきたいところじゃありません。正宗対純、正宗対純、8番台でお願いします。続きまして、B ブロック、野菜対海藻、野菜対海藻、2番台でお願いします。野菜対海藻、2番台でお願いします。続きまして、灯油地帯、ルリ、灯油地帯、ルリ、3番台でお願いします。結構狭いんで、皆さんちょっと、前の方に固まらないでもらえますか。すいません。これ2番台の周りは、さあ、セルシア少し押されている。もっと下げ、あ、ワークレイヒット。いやー、ここに決まってきました。そうですね、あの、20% の最後の試合なので、下だけの変更です。なんとか変更指示を免れたいところなんですが、セルシアシーク、うまいこと意識の裏を疲れてしまっているのか、今のところ、HD の下だけ空をですね、裏を返すと思いながら、そんなになっている感じですが、さあ、しかしまだまだですね、逆転までになります。100万人の高さはシークの方が上。で、敗者がやる人に注意なのが、今回も、日本選手なので、敗者が一本勝負じゃないです。日本選手なので、クエクエご注意ください。セルシア、前投げから、狙っていくかまだしなかった。
差し下がりと崖、ここは崖上がり日本選手です。日本は手で上がった勝負と勘違いして報告とか来ないように日本選手です。フリップキックでリターンを狙う、そっとフリップまあ、しかし咎められず日本選手ですよ。フリップキックですね、ガーフ6000円、あの上距離でもないものです。さあ、だけその若い日だよ、今俺は回避しちゃうと、そんな悲痛な叫びが伝わってきそうな、その若い日ですが、いやタイミングが少しでも間違うとですね、本当に刺さる。おっと、これはクベット、さすがに回避できない、確認できない。クラウカンでフリーさあ、ストックは並びましたが66対0、ちょっと厳しい形で、おっとうまい、ウィムチームが投げ上。さあ 80%、 そろそろしんどい、うまい、ジャグでミステイ、ミステイ終了も浮き落としてますよ。さあ、ジャグジャグからつかみ、まあ、ラグ空前。さあ、セルシアも少しずつ追い詰めていく。おっと、ここでバレる、さあ爆発、しかしガードしている、よく見ている、冷静だ。あのバレルですね、クラッチマット、1時間1時半まで、さあ、進行していく、超がヒット、これは大丈夫です。さあ、100列間、さあ、うまい、避けていく、今の復帰阻止、もし当たってしまえば試合が決まっていた。あ、これはクラッチマ、リプレイできれば取っといてもらっていいか。いやー、なかなかの接戦でしたね。立ち回りで見るとセルシア側が若干押してるような感じでしたが、エンジン側のですね、最後下投げ組み決めどころがうまいっていうのがやはりバーストですね、このゲームバーストですね。フリフリあれを毎回変更できてるのは見たことない。ていうか、そんだけ変更できたらもう全部の大会優勝できてるし、それだったらもういいじゃん、負けるもうちょい行けますね。